しましょう。なるほど。続いてはイケメン男性アイドルチームの挑戦。挑むステージは床の間。挑戦するのは関ジャニ∞村上と平成ジャンプ山田、そして最近本を出したキャイン天野。ぽっちゃり体型の天野をうまくサポートし、3人全員でパーフェクトを目指す。波いるデブたちが落ちてった。結構のデブタレント落ちてったよ、ここ。そう、あ、ファラ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 。ちょっと天野さん、何、床の間かなり体力使いますよ。歴代のデブは落ちてったらしいね、はい、一人だけシルエット違うんだよな。みんなそこの壁で破れてきましたね。もうそんな同じ絵は撮らせないぜ。おお、かっこいいでしょ。革命を起こすと、はい、だから出したことない作戦でいいから無理ちゃうかな。なんと村上、ぽっちゃり体型の天野を絶対に落とさせまいと前代未聞の作戦を立てているという。果たしてその作戦とは。ここ来るから、もう来るから。この床の間では傾く床を移動しながら10分以内に3つのゾーンでクイズに正解せよ。全てクリアすると最後の難関に挑戦できるが、一歩間違えると奈落の底へ。ライオンキングみたいなの、何これ。チャレンジスタートです。第一ゾーンに移動してください。おお、まずあっちに行かんと話にならんの。ちょ、どうしたらいいの。俺何番目だよ。そう、村上の言う通りするマジで。いや、ママのっち。行ってみる。一番手で行ってもらいますけど、うん、今まで土台って一人やったんですよ、うん、どういうこと。これ、うん、二段にしましょう。え、お、土台が2段？はい。おお、新しいです、これ。前代未聞の作戦とは、なんとダブル土台。通常土台は1人だが、この作戦は2人が縦に重なって2段の土台を作り、より高い位置から第一ゾーンの足場を目指すというもの。果たしてうまくいくのか。天野さん、天野さん、これ上に行くの？これ登られへんかったらこの作戦も終わりです。あ、ごめん、山田のお尻が出ちゃうか。ケツ出し NG なんで一応。ケツ出しダメよ。ケツ出し NG なんで一応。おお、やばい。あれ、いけそう。いけますか。これで何をするんだ俺は。あ、この足場で飛ぶの。すごい作戦じゃないこれ。長い。見よ、これが新技ダブル土台。しかし高さを求めるがゆえ、2人分の体重130キロが村上に襲いかかるというモロ刃の剣。村上が潰れる前に飛べぽっちゃり。頑張ってよーし、行ってください。行って、どっちに走ればいいんだ。右上。あまちいいの、俺潰れるか。僕もです。行くぞ。おい、頼む。お願い、頑張って頑張って。よし、お願い、頑張って頑張って。よし、オンエア心配されるといけないから全然大丈夫です。よかった、全然痛くなかったです。俺もうちょっと斜めになるからさ、はい、着地に若干の不安を残したが、ダブル土台まずは成功。これ結構怖いですね。これ分かります。支えてよ。だから怖いっつったじゃん。大丈夫、ここ開けとく。あ、手だ、手欲しい。うん、いきますよ、うん、オッケーオッケー。あー、余裕。ほら、軽い、やっぱジャニーズ軽いよ。取って、ちょっと足残しといてな、いくよ、はい、来い。オッケー、行こう。かっこいい、かっこいい。第一陣クイズスタートです。あいつもはは言ってるやん。きついっつんだよ。共通ワードクイズ、正解ノルマは3問。第1問。2つの絵に共通する言葉は何。四角の部分に当てはめよう。こっちこっち、そっち、はい、野田さん、はい、せーの、片思い。よし、次。第2問。あ、まだあんのか。疲れた、疲れた、残業、疲れた、ゴミ拾い、
疲労感疲労感疲労感お疲労感せーの疲労感よしよしよしうお頑張ったぜ第3問俺活躍してるぜ甘露つ完璧よ疲労感です出前取る出前える何捕まえる捕まえる捕まえる出前あ飯取る飯取るせーの飯取るよしよし高い斜めおい3人いいんじゃないバランス俺いたんでよかったノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました俺もう全身第2ゾーンに移動してくださいまた2段パターンいく2段パターンでいきましょうここで気合いもうこれ邪魔やろ邪魔ですねこれちょっと脱ぎたいと思いますあ脱ぐ脱ぐもう気合い入れやな邪魔っすよねちょっとそうやそうやキャーイありがとう歴史作りましょうよよしよし行くでよすけはい行きますよはい甘露行けるいっぱい踏んでいいからも行って行って行って重いめっちゃ重い甘露行ける全然行ける気がしない山ちゃん心臓潰れちゃう村上さん大変だよえ、だめよ甘露ちょっと10分考えさせてくれ絶対無理や甘露さん次機会あったらそれまでに痩せといてくださいオッケーその約束守るぜ、はい、行くぜお願いせーの行ってあーあーあせーの行ってあー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 甘露ち嘘でしょ嘘やろ嘘だよ届いてたやん足は届いていたが体重を支えきれず奈落の底へダブル土台撃沈これでパーフェクトはなくなったが最低でも2人クリアを目指すいやこれいけんのかないけるいける左上目指してこれ左蹴った方がいけませんうんいけると思った方でいいよ凌介よいけよいけよ取れ取れよし取れ取れよしよしよいしょナイス結構来たな行くよはいよし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 かっこいい第2ゾーンクイズスタートです共通ワードクイズ正解ノルマは2問ですいやもう絶対残るや2人第1問タイタイムセール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 じゃないですかうん、あ違うあもう1個足らんねちょっとタイが席してるよ席離れる違うな退出する退席する退席するせーの退席する第2問難しいお盆帰るお盆帰るバシャせーのお盆に帰る熱いノルマをクリアしたので床の傾きが止まりました第3ゾーンに移動してくださいいやもうこれは絶対でも取っとかんとそうですね凌介行こうか僕行きますかさっきのパターンではい僕ギリギリでしたでもさっきのさっき利き足で多分こっちの方が得意なはずやから利き足で蹴るんですか、うん、もうちょっと斜めなのかそうですねこれくらいあったらいい、はい、へー行けるかなさっき行けたから行ける上に登る上に登るんだ見したれ平成ジャンプ言うてそうですね行きますよ、うん僕これジャンプできなかったらヤバくないですかでもジャンプできなかったら脱退やお前も頑張りますよ OK 行きます見せてくれ平成ジャンプ平成ジャンプ凌介平成ジャンプと叫ぶもジャンプ力が足りず脱落パーフェクトどころか残りたった一人しかもダブル土台で体力も消耗しているはず村上いけるか
結構体力ないぞ俺も。もうしんちゃん行こう。行ける子、行ける子、頑張れ。よっしゃ、せーの、よっしゃ、よっしゃ、第3ゾーンクイズスタートです。共通ワードクイズ、正解ノルマは1問です。問題、子どもに、違う、猛獣なのに、猛獣なのにおとなしくした、おとなしくした、おとなし、おと、あ、おとなしかった。俺なんで一人で頑張ってるんだろう。それは二人が落ちたからだよ。あ、ファラオさん、ファラオさん、前代未聞の作戦、はい、ツインタワーでちょっといけると思ったんよ。いや、思いのほか天野さんはやっぱり豚だったね。いや、計算がはまらんかった、うん、だって俺あんなにバウンドすると思わなかったもん。ここからは坂落ちの試練、ファラオ像を獲得するためには制限時間2分以内に3択問題の正解と同じ色の玉を石の顔にはめ込め。それでは坂落ちの試練スタートです。正しい意味はどれクイズ。問題、これむずいね。気が置けないの本来の意味を次の中から選びなさい。油断できない、落ち着いていられない、気遣いをしなくてよい、気遣いをしなくてよいではない。気が置けへんな、あいつ油断できへんな、使い方としてもおかしいな。気が置けない、だから気持ちが落ち着けないってことやろ。意外と黄色な気がするな。気づかない、なんか実はみたいな。落ち着いていられないにかけましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、アホで行こう。アホじゃなかったごめんやで、ほんま油断できない、油断できないかな。うわ、自分を信じろ、もうここまで来たら油断できないか。ちょっと一遍2個持っていこう。え2個、あ、なるほどね、あ、新しいね、下で考えよう。なんと弾を2つ持つという、これまた前代未聞の作戦。果たして作戦は功を奏すのか。もうどっちかや、気が置けない、油断できない、落ち着かない、もう落ち着かない。今の俺、お願いします。赤と青で迷ったが最後は青を選択。果たして結果は。なんで、なんで、あ、気が置けない、油断できない。最後まで赤か青かで悩みに悩み、青を選んで脱落。では答えは、ただいまの問題の正解は黄色、気遣いをしなくてよいでした。黄色だ。出た、俺の無駄な見た。しんちゃん、おい、正解のないボール見た。もうね、そしたら全部無駄だった。うってなった瞬間ね、自分が情けなくて恥ずかしい。ここまで女性アイドルチームが圧倒的リード。続いては逆転可能な直接対決。その舞台となるのは